俺をこのシルバーノアに乗せていけ。俺をシルバーノアに乗せろ。それが交換条件だ。いいだろう。それが君の定めなら。定めだと？定めなんか知るもんか。これは俺の戦いなんだ。もう逃げるわけにはいかないんだ。エル君、約束よエル君、これからも私たちずっと一緒にいようね。これからもずっと一緒だからね。うん、ずっと一緒だからね。ミリル、エル君、早く上がってこいよ。うん、すぐ行く。進路012に修正。おい、本当にこっちの方向で間違いないんだろうな。何度も言わせるな。なんだありゃ。自然の摂理を曲げておる。あれは悪意の城じゃ。白い家。おいおい、本気かよ、アーク。なんだって俺がそいつと一緒に行かなきゃなんねんだ。白い家には多くの子供たちが実験体として集められている。キメラの研究のために集められた特別な力を持つ子供たちだ。私の他にもそんな子供たちがいるなんて。今助けてあげないと、この先敵として戦わないといけないってこと？そうだ、まず彼らを助けることが第一だ。ガルアーノのやつも白い家に来ているんだろう。うん、ガルアーノがこの白い家と聖母を中心とするキメラ計画の責任者であることは分かっている。そこでばったり会っちまったりしてな。流行るなよ。若い者は短気でいかん。ぜひ協力してほしい。白い家にいたという君なら中の様子もわかるだろう。もちろん無理にとは言わないが。すぐに森に着陸しろ。
この先に監視レーダーがある。俺が先に出てレーダーを破壊する。時間稼ぎにはなるだろう。チョンガラ、すぐに船を下ろせ。わかった。くらいで十分だろう。よっぽど嫌な思い出でもあんのか。おいおい、どうしたんだよ。何を怒っているんだ。勘違いするな。俺はお前たちを信用したわけじゃない。手を貸すのは今だけだ。上等上等、こっちも目的が果たせりゃいいんだよ。子供たちのいる場所は分かってんのかい。5年前と場所が変わっていなければな。どうだ、変わりはないか。あ、そりゃこの俺が整備してるんだ。シルバーノアはいつでも絶好調でいい。都市たちのことだ。え、ああ、トッシュたちね。レーダー反応なし。非常信号も受信されていない。了解だ。心配なのか。私、本当はついていきたかった。少しでもエルクの力になってあげたいのに。白い家というところでエルクに何があったのか、どんなに辛い思いをしてきたのか私は知りません。でもはっきり言えるのは、私がエルクとミリルさんの間に立ち入ってはいけないってこと。人は自分の手で未来を切り開かなければならない。エルクは自分の過去と未来をかけて戦う決意をしたんだ。彼を信じているなら待っていてあげてほしい。厳重な警備でどうやって中に入るんだよ。おい、どこ行くんだ。お、なるほどね。下水口とはよく思いついたな。おい、待てよ。この故障というのはどういうことだ。よくあるんです。おそらく動物のいたずらかと。すぐに直させろ。ご苦労様。引き続き厳重な警備をお願いします。承知しました。しかしこの白い家に侵入しようなどというものはいませんよ。そうでしょうね。この呪われた家に好んで足を踏み入れるなど。ガルアーノ様には私から報告しておきます。薬、薬
末はまだだ。我が子の産声が聞こえますか、聖母よ。もうすぐお前の役目も終わる。はい、アンデル様、すべて順調です。聖母計画のデータは私が。わかりました。奴には収束の駒になってもらいます。止まんなよ。どうしたんだ。ここ。ねえ。ダメ。せっかく作ったんだから。ダメ。せっかく作ったんだから。へへへ。あ、エルク。うわ。手伝ってあげるからもう一回作ろう。ジーン、ありがとう。ちょっとスコップ貸して。うん。あ、そうじゃなくて、そうだよ、みんなに。ね、何作りたい。あ、ダメだよ。さ、俺と一緒に帰ろう。帰れる？うちだよ、君たちのお家。お家？かくれんぼも終わりだな。せーい、突進！聞こえるか？子供たちの身柄を確保した。回収を急いでくれ、エルク。オッケー、発進準備。もうすぐ家に返してやるぜ。おい、エルク、少しは手伝え。ん？君が知っているミレルはもういない。ミレル。おい、トマイク、待て。ち、侵入者は2名。一行は実験隊の子供たちを連れています。ということだ。レーダーに大型戦艦を捕捉。何？シルバーノアです。白い家だぞ、チャラいぜ。キメラ計画の中核を担う施設にしては攻撃の歩道が、まさか罠。目標変わらず、このまま白い家の攻撃を続ける。やつだ、アークだ。あいつが全てを仕組んだんだ。アンデルメ、私だけの獣にしようと。ヤグもあいつの尻馬に乗り寄って、私がいなければ聖母もキメラ計画も成し遂げられぬのに。お呼びですか、ガルアーノさん。薬だ、薬を持ってこい。今しばらくお待ちください。
ガルアーノ様には最高の遺伝子プログラムを用意させています。最高、最高のキメラなのか。私は最強なのだ。アンジェル、ヤグンも私の敵ではなくなる。キメラこそがこの世界を支配するのだ。地下13階？さ、気をつけて。慌てなくても大丈夫。エルクは一緒じゃないんですか？あいつ一人で行っちまって。そんな。何かを探しているようだった。なんかやばいぜ、あいつ。ポコ、後を頼む。わかった。トシュ、来てくれ。そう言うと思ったぜ。ガルアーノと聖母とも決着をつけなきゃならねえからな。シルバーノアは危ないから離れていろよ。気をつけて。本当にこっちでよかったんだろうか。あ、ミリル。どっちだ。オーク、俺はこっちに行く。わかった。早いとこ片付けようぜ。こんなすっきり悪いところはさっさとおさらばするに限る。どうしよう。エルコを頼む。今度はきっちり決着つけろよ。どこに行った、クライブ。何が起きたんだ。私の白い家が、聖母が。あち、エルク。エルク、エルク、どうした。エルク、エルク、こいつがキメラを作り出している聖母なのか。